お世話になります。ひとりでございます。最近某ウイルスが世間を騒がせていますが、我らがポケモンに関してさらに衝撃のニュースが舞い込んできました。知っている方も多いと思いますが、そのニュースとは、なんとあのゲームフリークの従業員がコロナウイルスに感染してしまいました。これは公式に発表されており、しっかりと公式サイトに書かれております。一部引用させていただきます。2020年4月22日水曜日、東京都世田谷区に勤務する従業員1名に新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出たことが確認されました。現在当該従業員は管轄保健所と医師の指導に基づき医療施設に入院中です。当社では1月末より対面での打ち合わせの見直し、海外への渡航禁止、時差通勤の推奨、手洗いうがい、マスク着用の励行等を行い、従業員の感染防止に努めてまいりました。さらに4月1日水曜日より原則全ての従業員の在宅勤務を順次実施しております。管轄保健所からは当該従業員が4月2日木曜日以降出社をしていないことから、他の社員は濃厚接触者に該当せず、オフィス一時閉鎖等の対応は不要という指導をいただいております。これを見る限りは6月末配信開始の鎧の孤島の延期はさらに現実味を帯びてきましたね。4月1日から全ての従業員の在宅勤務を実施していて、それから3週間後に感染確認されていますから、他の社員の方には問題なさそうですが、鎧の孤島の開発とかはもうすでに終わっていたとしても延期される可能性は十二分にあります。というのも、まず開発が完了していてもデータを配信する上での打ち合わせ等の準備などはセキュリティ面とかを考えると容易ではないと思います。例えば最近で言ったら某ビデオ会議アプリの脆弱性が指摘されていたりしますし、何事もオンラインで済ますというのは難しい状況になっています。データの配信後でもオンライン通信のためのサーバー周りとか、発売後のバグの修正とかアップデートとか諸々考えると、これを全て在宅勤務で行うのは開発環境やセキュリティの面から難しいというのは素人の私でも想像がつきます。しかも鎧のことは初の追加有料 DLC だと思いますので、普通のアップデートと比べて想定外の事態が起こる可能性も非常に高く、しっかり不具合に対応するには今の社会状況では難しいかもしれません。さらに当然といえば当然ですが、ゲームフリークのオフィスは東京のいわゆる三茶にあり、人口は半端ない場所ですから、外出自粛要請が解かれることになっても後の方になりそうで、万全の体制を整えるにはかなり時間が必要でしょうね。このような感じで想定されるきつい要因というのはいくらでもあって、延期はされてもおかしくありません。しかも実際他のゲームでも今の社会状況が原因で延期になっているものもあります。例えば2020年6月2日に発売が予定されていたあの最近話題になったゲームデスストランディングの PC 版の発売日が約1ヶ月後の7月14日に延期されました。延期の理由は開発チームのリモートワーク体制移行の影響とのことです。元々の発売日が鎧の孤島の配信日の6月末と1ヶ月くらいしか違いがなく、制作体制も同じような状況でしょうから、鎧の孤島も1ヶ月後には延期が発表される可能性もありそうです。あと他にもファンタシースターオンラインでは5月&6月アップデート8周年記念と6月以降に予定されていた全てのアップデートが配信延期になっています。むしろ今アップデートした方がいいだろうという状況でも延期にせざるを得ないとは、やはり状況が深刻ということでしょうね。ちなみに鬼滅の刃の20巻の発売も延期されているんですよね。まあこれはおそらく店頭に買いに行かないようにするためのものなので、ゲームとは少し延期理由は違いますけどね。とはいえ、あらゆる状況から考慮してもやはり今の社会状況が続けば鎧の孤島の延期はありえそうですね。あと鎧の孤島はまだ開発が終了していそうなので、予定通り配信される可能性はまだあると思いますが、冠の雪原に関してはまだ開発中でもおかしくないので、今制作が難しい状況がゆえにこちらが延期される可能性は鎧の孤島より高そうです。開発自体の難航も延期の理由の一つになりそうですが、ゲームのレーティング審査団体セロの臨時休業も延期の理由になりそうです。この審査というのは公開前の作品を扱うので在宅ではできないらしく、実質ウイルスが落ち着くまで審査はされないということになります。この審査はゲーム発売に絶対必要らしいので、ポケモンだけでなくゲーム業界全体として発売延期が多くなりそうです。まさかの意外な観点からの影響ですね。さすがに鎧の孤島は審査に関してはすでにされていると思いますが、冠の雪原についてはまだしばらく配信開始まで期間があるのでどうかは分かりません。いずれにしても鎧の孤島はともかく、冠の雪原については延期されるかさらに不透明な状況となりました。このような状況ですが、例えばスマブラで有名な桜井正宏さんは、私もテレワークに移行しています。つまり遠隔で様々な場所に監修などを行います。スマブラ SP は極めて高いセキュリティを保つべき企画であり、持ち出しは難しいところもありますが、それでもやらねばならない時です。皆さん頑張って乗り切りましょう。このように言っていたり、我らがゲームフリークの増田純一さんも、
はようございます。今日も元気に頑張りましょう。ステイホーム、在宅勤務と元気よさげにツイートしていたりするので、今回はネガティブな話題を取り上げましたが、今後のゲーム業界は全部ネガティブな方に行くとは限らないですね。ポケモンが好きな方、ゲームが好きな方、希望を持って生きていきましょう。